はい、皆さんこんにちは。今日紹介しますのはウルトラマンティガーなんですけども、まあ、紹介したいのは別にこれじゃないんですけどね、まあ、今日ちょっとね、後ろの方に怪獣メーカーですか、これは食玩ですね、ちょっと前のね、これなんで出してるのかというと、年に1回ぐらいこれ出してあげてですね、なんかこのシリーズ、これはベタベタする、ね、1年に1回ぐらい出すと大体ベタ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 してて、もう本当に私が玩具に求めてるものっていうのは手触りだとかなんとかなので、ちょっとベタベタするものが嫌なので、一度年に1回、今日はアルコール消毒をする日このね、アルコール消毒をしてあげてね、綺麗にこのベタベタを拭き取ってあげて、今ちょっと乾かしてるところ、ね、こっちはベタベタするシリーズで、こっちは同じシリーズなのにベタベタしないやつ。なんかね、こっちはね、うん、この台座がプラスチックになってるもんですからベタベタしないんですけども、こっちはなんか台座がなんかこの塩ビみたいな素材になってるので、なんかこの妙なね、なんか油のようななんか変な液体が染み出てくるのか、1年ぐらい経つとちょうどいい感じにベタ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 してくるというね。ですから一個一個袋詰めして保管してるんですけども、出すとベタベタしてるので年に1回とかそんな感じで、まあ、皆さんもね、これ揃えてる人だったらね、こうベタベタするなって、なんかね、2回ぐらい出して掃除してんじゃないのかなって。そうしないとホコリがついちゃうね、飾ってる人なんかね、これ、うん、ホコリがついてなかなか取れなくなったりするので、ちょっと保管がに気を使う一品だと思います。ということで今日はですね、ティガ、ウルトラマンティガ、ね、最近いろんな人の動画とか見てると、真骨頂ですか、フィギュアーツのウルトラマンティガ、いやーかっこいいなと思ってね、私もね買おうかなと思ってね、ポチるところまで行ってたんですけど、ね、ちょっと待てよってね、もう情報が入るのがね、随分遅かったもんですから、いやー今やね、転売屋さんに全部買い尽くされてしまってっていうのはね、転売屋さんが買ったのかね、もともと数が少なかったのかわかんないですけども、まあでもどっちみちね、買えることは買えるって言ってもね、1万円出してまではちょっとなーってね、定価6000円とかのもんですよね。それがもうなぜかもう8000円とか、安くてもね7800円とかプラス送料とか、なんかもう、うん、1000円以上割増し出さないと、要は転売屋さんにマージンを払わないと僕ら努力してない一般人は買えないよっていうひどい話だなっていうね、うん、もう本当にね、うん、ヤフーオークションとか見ると分かりますよね、なんかね、うん、転売屋さんに借り尽くされて彼らが売りまくってるんだろうなっていう、まあそんなものはね欲しくねえやっていう本当に転売屋さんがいなくてね、普通に買えるんでしたらね、もうポチッとしてるとこなんですけども、うかつにポチッとできないぞっていうね。アマゾンでもね、やっぱり転売屋さんの、うん、ね、アマゾンもね、最近は転売屋さんの手先みたいな感じですからね、なんかうかつに買っちゃうとなんかお高いの1000、2000マージン取られてしまうという嫌なことになってしまうので、うかつにポチれない。いやもうそこまでしてティガが欲しいかったらね、そんな転売屋さん儲けさせるほど、うん、僕もそこまでは欲しくないなって欲しくないよ本当にね。ということでね、ティガ商品なんか持ってなかったかなと思ってね、ちょっと、倉庫の方から発掘してきたのがですね、見つけました。よしちょっと見つけたよって、ね、僕が映っちゃうから映んないようにね、こういうピカピカするものじゃ映すのが とてもね、なんか部屋の中が映っちゃったりするので嫌ですね、なんかね、ウルトラマンティガね、これ何でしょうかね、会場限定版って書いてますけども、どっかの会場で買ったっていうか、ね、そんなウルトラマン見るためにどっかの会場行くわけもないので、映画館かなんかで買ってきたんだと思いますね。これはね、映画館で買ったもんだと思いますよ。これね、うん、何年かな、なんか2000年だと思うんですよね、2000年、うん、ここら辺見ると分かるかな、よいしょ、うん、バンダイ2000年代のやつですね、2000年ウルトラマンティガ2000年、じゃあダイナはね、いつ買ったんだろう、これね、優勝乗ってないな、あ、1997年って書いてますね。1997年、ダイナ、そんなもうずいぶん昔なんですね、ダイナもね。いや、私も年取っておっさんになるわけだわっていうね、ダイナ。そしてこれガイア。
ガイアね、いっぱいなんかバージョンがあったんでね、その中からなんか一番かっこいいなと思うやつを買おうなんて、まあアイアンマンの時と一緒ですよね。全部は買いたくないから、何が一番いいやつを言っても 毎回同じようなことを考えてる。これは、1999年、もう2000年前ですね、これね。ということはね、なんか私の、祖父母は、ダイナー、ティガがあって、よいしょ。ティガ。ティガが一番新しい商品っていうかね、この会場限定って書いてあるから、このナンバリングしてないということで、多分ね、ティガ持ってたと思うんですよ。ティガ持ってたと思うんですけども、うん、会場限定が手に入っちゃったから、いらないやってなっちゃったのかな、なんか残ってないってことは誰かにあげちゃったかなんかしたんでしょうね、なんかね。まあ、ちょうどこの頃ね、私もね、バンダイさんとね、なんか、この、うん、平成ウルトラマンシリーズはなんか仕事かなんかの絡みでなんかやってましたね、なんかね。ちょっと仕事の内容はちょっと言えないですけども、まあそんなんで、あの、思い出深い商品ではありますけども、ね、まあ、この3つ、まあね、値段どっかに載ってなかったかな、なんかすごくお安かったような気がするんですけども、600円、ね、当時600円ですね、これね。これがいくらなのか、うん、ちょっとなんか変なバーコードがついてるんでわかんないですけども、多分ね、会場限定とは言ったって600円ぐらいだったと思いますよ、なんかね。よいしょ。ね、ティガ。で、このシリーズね、私、あと2つぐらいも。よいしょ。これが、ウルトラマン。ウルトラマンの、なんかこのね、マント付き、ブラザーズマントってね、兄弟はみんなマントしてるよっていう、なんか、うん、ウルトラマンのマント付き。昔はね、この、裏にね、ちょっとなんか黒い台座かなんかが、台座じゃないな、なんか黒い化粧箱ももうちょっと豪華だったような気がしますね。なんかね、マウント取った時にもう邪魔くさいから捨てちゃったんだと思いますね。これね、カードも入ってないんでね、なんか、うん、まあ遊んでたんでしょう、なんかでね。あともう一個箱がなんかあったと思った。あともう一個、よいしょ。あとは、なんでこれ、なんかこの、この私もね、詳しくないのでね、この EX とかね、SP とかって書いてあっても何のことやらわかんないんですけども、これはあの、よいしょ、ウルトラヒーローシリーズの何番台なの？これな、これもナンバリングしてないですね、これね。ウルトラマンボーイって書いてますけど、誰誰なの？なんか、この可愛らしい顔してるっていうだけで買ってきたんでしょうね、きっとね。誰なんでしょう。ね、ちょっとはね、まあ、開けてみましょう。お待たせしましたということでね、ちょっと並べてみましたけども、多分ね、このティガね、持ってた時はこの初期のものはですね、このダイナとガイアってね、ちょっとね、出来が悪いんですって出来が悪いんですしかね、多分この、ね、テイストのティガ持ってたと思うんですよね。でもね、この新しいのが手に入ってしまったらね、ちょっと気に入らなくなってしまったんで、うん、いいのが入ってからもう差し替えちゃえて、差し替えちゃったんでしょうね、多分ね。なので、このティガだけちょっとね、頭が、頭身がちょっと高くなって、しかもプロポーションも良くて、出来がすごく良くなっている。まあ、ここのところが変で、なんかこの、ウルトラ怪獣シリーズのソフビ、ね、材質がね、なんかね、一部変更されたんですよね、確かね。なんか、うん、バンダイさんの方で、一回ソフトビニールの怪獣かなんか全部回収したかなんかして、新しいものと全部差し替えたなんていう話をね、ちょっと聞いたことがあるんですけども、この辺、ね、詳しい方いらっしゃいますかね。なんかね、多分ね、このティガとかガイアとかね、やってる頃だと思うんですよ。何が良くなかったのかというと、ソフビの中にこのちょっと古いソフビというのはですね、なんかあの有害な、ちょっと、ね、有害な物質が含まれているとかで、有害な物質っていうけどね、なんかね、食べなきゃいいらしいんですけどね、食べちゃいけないようなものが入ってるらしくて、この新しい装備のバージョンは、あの、もう食べても大丈夫って、食べても、ね、栄養にもならないけど、なんか食べても毒性が全くないよっていうね、なんかそういう口の中に含んでも大丈夫ですよっていう、そういったものに装備全体が、変わりましたみたいな、なんかそんなような伸びだったと思いますね、なんかね。それでなんかもうこのあたりから全部取っ替えちゃったなんていう話を聞いたことがありますけども、
まあどうなんでしょうね、審議のほどはね。材料といってもね、この材料の本当にもう成分まではねちゃんと載ってるわけじゃないので、なんともよくわかんない話ですけども、まあ、そんなような話を聞いて、なんか密かに全部差し替えてるんですよなんて話を聞いたことがあります。ですからね、古いバージョンのもの持ってるからよろ、僕はね古くていいの持ってるぞなんて思っても、子供が口の中に入れたりなんかしたら病気になっちゃうかもしれない急にね、古いおもちゃで遊んでる方はちょっと気をつけた方が、ね、お子さんの手に触れないようなところに置いといた方がいいと思います。ね、またね、飽きたからといってね、うかつに子供に与えないようにちょっと注意してほしいなと思いますね。ということで、このティガだけね、ちょっと、会場限定というか2000年代のものだけあって、プロポーションが若干他のものよりいい色、やっぱりなんか古い感じがしますよね。1900年代、ね、昭和な感じがします。昭和な感じって平成のウルトラマンですけどね、昭和じゃないですね。でこれが、まあウルトラマンの映画ですね。なんかね、映画でなんかマントつけてなんかカンフー映画みたいな、なんかすごいアクションしていたような映画がありまして、なんかそれ用の、これは限定商品でも何でもないと思いますね。普通のお店で買ってきたんじゃないかなと思うんですけど、ね、このカードがねないんですよ。ないんだわ、ね、ついてたのになくしちゃったんですかね。まあ、ウルトラマンのことはね、そんな調べればいくらでも出てるんでいいと思いますけどね。ウルトラマンティガはねあんまり詳しくないからね、今ねマッハ5で飛ぶのかって今知っていましたよね。53メートルでマッハ5で飛ぶんだ、すげえなって言ってね。ウルトラマンダイなんかも全然知らないですね。55メートルあってだってね、出身地不明って書いてますけども、出身地不明ってで M78 星雲とかじゃないんですね。もうね、出身地不明でございます、ね、このガイアね、ガイアに至ってはね、スペシウム光線の代わりに頭から変な、ね、トサカ光線みたいなの出してましたけど、ね、身長50メートルってことはね、みんな一番背が低いんですね、ガイアというのは。まあガイアはその代わりマッハ25で飛べるよって、なんか一番、飛ぶスピードは速いどうでもいいけどね。これね確かね、ま、真っ赤っかだったと思うんですよ。この黒いラインが入ってるのはこ、ね、番組後半ぐらいから黒いラインが入ったと思うんですけどね、まあ、これがあの、デフォルトのフォームが変わったというやつですかね。これがあのティガとかダイナはこれがもう、まあ、マルチフォームっていう、これは何フォームっていうんですね、マルチタイプで、こっちはフラッシュですか、フラッシュタイプって書いてますけども、ガイアね、これは、スプリウムバージョンって書いてますけども、もともとこれね赤で真っ赤っかだったような気がするなと思うんですけどね。なんか詳しいよって、全然詳しくないというね。はい、そしてこれが謎な人、なんか足首に丸いのがついてる、何ですかね、このウルトラマンボーイ、ウルトラマンボーイ、M78cm って78cm って書いてません、ね、78cm じゃなくてね、ウルトラの星がか出身地って書いてますね。なんか、ウルトラ小学校、ね、将来の夢はウルトラヒーローになることですね、体育が嫌いじゃね、ウルトラヒーローにはなれないような気がしますけど、なんかウルトラマンボーイ、こういう番組あったんですかね。全然記憶にないんですけども、誰って本当に誰って感じですね、これね、はい。まあ、そんな感じでソフビ、まあね、真骨頂とかのね、ティガ欲しかったんですけども、別にね、まあ別にもうこれ探したらなんか家の中にティガが結構あるじゃんと思ってね、まあそしたらまあいいかって感じはしますね、本当にね。やっぱり昔のソフビってなんか出来がいいような気がしますよね。600円にしてはね、背中まで綺麗に塗装されていて、今のものっていうのはなんか背中に色が塗ってなかったりとか、なんか妙に手抜き感が、造形的にはいいのかもしれないけど、なんか妙に手抜き感があるというかね、色が、ね、色が今一つ映えないな、ね。スポンサーバンダイさんなんですから、もう、ね、ちゃんとした商品が出せないんだったら出せるような配色で考えればいいじゃないかと思うんですよね。最初からこの、ね、もう
裏は色が塗ってないようなものをね出せば子供たちだってね飛び方的にああ裏こうだよねってなんかそうなるのになんかこのね派手な色塗っといておもちゃは派手な色が塗ってないと派手な色が塗ってあるやつは高くて子供の手には届かないっていうそんなのね本末転倒な話になってしまうのでもう最初からねもうウルトラマンね新しいの出すときは次はもう銀と赤だけでいいじゃんって感じがしますよねこの辺ねそしたらもう塗装だってね後ろまでちゃんと綺麗に入るのかもしれないですし、ね、もう 手抜いてるなーってねここが違うなんてね色がちょっとね今一つだなって言われることもないんですからそうすればいいのになと思う今日この頃でございますということでね真骨頂バージョンはですね、まあ、転売屋さんに買い尽くされなければ手に入れてたかもしれないですねなんかねうん、彼らが、ね、あんなに買わなければ、ポチッと、ね、してあれが、ね、5000ぐらいだったら、ね、もうポチッとしちゃってますよ ね、 なんかねおこんなの出てたんだポチどうかなと思ったけどね8000円、8000円、10000円いや定価いくだよって6000円いやこれは転売価格じゃ買えないよってっていう風なことになってしまっていつの間にか購入意欲も忘れてしまってなティガ他になんかなかったかななんて家の中探せばねティガの商品ぐらい、ね、僕みたいなマニアになったら何個かポロ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 出てきてまあこれ飾っときゃいいかみたいな感じになっちゃいますからねうんそう考えたらねこのティガのこの600円ぐらいのソフビですかなんかうん結構出来いいですよねこれね出来がいいしこれもねガチャガチャだと思うんですよガチャポンうんなんで、ね、ガチャガチャだと思うんだよなねガチャガチャティガのガチャガチャこれもね、妙に出来が良かったです ね、これがあれば別に、いっかって感じになっちゃいますね。はい、そんな感じで、今日はね、真骨頂は買えませんでしたけども、買えないっていうかね、転売価格だったら買えるけどね、なんか再販もかかるみたいなんでね、8月中に。うまくいったらまたね、その時気持ちが乗ってればポチッとしちゃうかもしれないですけども、まあ、ないか。ね。こんだけ語ってれば別にこれ以上増やさなくても敵にもなってしまいますね。まあそんな感じで今日はウルトラマンティガーの、ソフビなんですかね。この会場限定版、ね、何が会場限定なのかよくわからないですけど会場限定版ということで紹介していました、ね、非常に出来のいいソフビだと思います、ね、すごいですよ手はねなんとね上下に動く上下に動かないでしょ動くよいしょあ行く行くぞと甲子園に行くぞって言ってね甲子園に行くぞじゃないですねなんかそんなような感じでポーズも取れる、ね、ちょっと前のめりなのが難点ですけどウルトラマンティガかっこいいですねやっぱりねはいそんな感じで失礼します。